須崎球場は、かつて、東京都江東区新査一丁目付近に所在した、木造の野球場で、1936年に開場。日本プロ野球早々期、上井草球場とともに、東京地区のプロ野球場打ち球場の一つとなっていた。一応は大東京軍の本拠地球場として建設されたが、実際は当時フランチャイズ制が敷かれていなかったことも、あり。 東京巨人軍もよく試合をしていた。大東京軍の球団常務だった鈴木隆二の回顧録によると、元は東京ガスの所有地であったという。1936年10月13日に3ヶ月の特幹工事で完成し、翌1937年には92試合もの試合が開催された。しかし、海側にアリカニが入ずり回っていたと言われ、満潮時にはグラウンドが、 海水に使って、コールドゲームになることもしばしばあり、環境的に良くなかったため、水道橋に、幸楽園球場ができると、翌年1938年にはわずか3試合の、開催に激減した。結局、1943年頃解体された。1945年の地図にはすでに記載はなく、材木置き場となっていたと言われ、その後敷地の一部が低都高速度交通映画に、 譲渡された。須崎球場で行われた試合の中では、1936年の巨人対タイガースの沢村栄二影浦進が出場した優勝決定戦は語り草になっている。また、1937年7月17日のイーグルス大金車器戦は、観客わずか90人だったと言われ、ワースト記録として今なお、プロ野球史に残るとされる。ただし、 この日付で開催されたプロ野球は、イーグルス対大東京戦であり、信憑性のある話とは言えない。打撃の神様と呼ばれた、川上哲二のプロデビュー戦もこの球場であった。近くに、須崎遊郭があり、プロ野球選手も試合後などによく通っていたと言われる。2015年、数少ない資料をもとにして、球場の200分の1スケールの模型が作られ、公開されている。 オルガの本社ビル前に建立されている、須崎球場跡記念碑プロ野球早々期を記録、改装する多くの文章に登場する球場であるが、あまりにも周囲が変貌したためか、正確な所在地の特定は長らく困難とされていた。雑誌、野球小僧の企画によって文献などの調査が行われ、大体の位置が判明した。2005年2月に、高等区役所が、 高等区審査一丁目2番8号付近に記念碑を建てた。ありがとうございます。